경복궁에 있는 지 <laughs> 腸という病気は胸がもどかしくおこ痛んだりおと痛んだりそういう病気ですところが私の体はこの酸素がとても必要ですそうですねだから呼吸がとても大事です それで酸素供給が十分にされませんと私の体のどの部位も性能をちゃんとはっきりすることができません例えば腸に酸素供給がうまくいかないと消化がうまくいかないし頭によく供給されますともうよく考えられずあくびだけして少し頭痛があったりまた筋肉に酸素が 不足しますとおかしくもちょっとこうだるいなんかこう傷んだ少しはい刺すように傷んだりなんか血液検査をしても現れませんしエクスレイでも現れませんがしかしあーあーなんかずきずき痛むとかちょっとこうだるいとかそういうまた何と言いますか ちょっとこうだるいそういうちょっと何かこう何か分からない何か私は感じ,なんか感じるのですで検査をする,すると全然出ませんそれは全部酸素供給が足りなくなったのでそうなるのです胸が本当にもどかしくこうそういう心臓自体に 酸素が十分に供給されない時に来るものですそれでその酸素供給がこの体にちゃんとなっているといつも全身がとても軽いですもうなんかこう傷んだりさすような痛むとかそういうのはありませんねここ少しちょっと揉んでみていつもそういう風です ちょっと昨日の夜ちゃんと眠れなかったのかなとかこういうものそれが全部眠れない昨日重いものを持ったからかなこういう話をしますが分かってみると全部酸素供給が十分になされてないからです酸素供給が十分にならないということは結局血液が十分にいうことは結局血液が十分に 来ないといととうことです循環がうまくいかないということです。循環がうまくいかないということはどういう意味ですか結局は皆さんの体に血液循環において最も重要なのは血管ですが血管の中には大きい血管大動脈、中動脈、小動脈その次に入って酸素供給にも 最も重要な決定的な役割をするのが毛細血管です毛細血管がどれほど大きい動脈が健康でも毛細血管が発達していないとこれはもう何にもならないことですところが私たち医者たちは毛細血管に関してはそれほどかん 持っていませんでした私も医科大学の時毛細血管のに関してはそれほど勉強を習いませんでしたが入札をしてみると皆さんがもうだるいとか痛むとかどうしてだろうかよく見ると見ますと毛細血管に問題があるのです実は少し勉強してみますと私の体の中にある全体の血液の量が 千約 5000cc ぐらいになるそうです。4000から5000。まあ5000として5リッターです。5000cc。ところがある瞬間に,ある瞬間にこの 5000cc の中で80%である 4000cc 以上が毛細血管にあるのです。その話はですね、どういう話かといいますと 韓国の高速道路とか自動車専用道路があり、大きい道路があり、こういう一般道路がありますね。この一般道路が毛細血管です。実は高速道路ではもうあんまり仕事できますか？もう仕事できません。なんか高速道路にも銀行があるわけでもないし、郵便局があるわけでもないですし、大きなスーパーがあるわけでもないし。 そういうもうお店がちゃんとしたもう散髪屋さんとかお風呂とか銭湯もないし私が実際に日常生活の中で最も近づくことのできるのは一般道路のそばにありますだから自動車が韓国にどれほどたくさんあっても大半の自動車は一般道路にいますもちろん高速道路にもありますしかし高速道路は あるいは私たちの体の中にある大きい血管はみんな3本を運搬する1つの通路として使われるだけであって細胞自体にそのまま到達しないで細胞自体とつないであるのは結局は毛細血管ですだからこの心臓にも狭心症を理解するためにこの心臓を少し 理解しなければなりませんこれは心臓がありますが心臓のここに左心室ですここから心臓から萎縮しますと ここに大動脈ですこれが大の動脈にパッと行きますここから右腕左腕これは頭に上がります首を通してそれでもう枝が出ますで大動脈で一番最初に出る枝がどういう枝ですかこれです この,動脈この動脈を一番最初に出ます最初に出るその枝がこれですがこの動脈は感情動脈と呼びます感情動脈という言葉はどういう意味かどういうことかといいますと肝、冠の形をしているどうして肝の形をしているかといいますと心臓そのものを頭と見るときこの動脈は頭に をかぶせた冠をかぶせたようなその形なので、感情動脈と言います。この動脈は感情動脈と言います。この感情動脈が詰まると、狭心症が来る可能性があります。なぜならば、この感情動脈はどこに酸素を供給しますか脳はここでしょう。 動脈が酸素を供給するところは心臓そのものです心臓そのものもだから胸があもどかしいという詰まるようなそういうとこに現象は心臓そのものに酸素供給がよくうまくいかないということですそうしますと心臓筋肉が痛いむものですところがそれで この部分が例えばこの部分が詰まったとしましょうそしたらこの部分が痛いのですところが完全に詰まったらどうなりますか完全に詰まったら狭心症を超えていわゆる心筋梗塞という 病気になります心筋梗塞というのはこの心臓の筋肉細胞が完全に死んでしまうのを意味しますところがこの冠状動脈の枝ですがこの枝がここで終わるように見えますところがここで終わりませんその中に入り,入りながらとても 細い毛細い血管のようなそういう似たるような細い血管に変わりますそれでもちろんここに外側が詰まって狭心症もきますがもっと大事な問題は多くの場合はですねここはもう検査をすることはできます薬を入れて x スレイを映してみると レントゲンで見るとこういう詰まっているか詰まってないか全部見えますしかし詰まっているところは全然ないのにそれでもああという狭心症が存在しうるのですそういう場合はどうしてでしょうかここは詰まってませんが目で見えるところは詰まってませんがどうして狭心症がありうるのでしょうかこの中に入って 毛細血管が十分に枝を伸ばして伸ばすことができないからそうなのですそういう可能性がありますだからこういう状況はどういう場合よく起こるかといいますとここは詰まっているのは全然ありませんないのにこの狭心症が来る場合は第1毛細血管が よく発達していない場合2番目とても脂っこいものあるいはお酒そういうものを飲んだら血液の中が血液がもう根っこくなって積極たちがお互いにくっついてしまいますそれで酸素を十分に運ぶことができないそういう現象が起こります ここを見ますとこの、これは毛細血管ですね。どれほど多いでしょうかこれがよく発達されていなければなりません。ところが、この毛細血管には、とてもたやすく、これは毛細血管とてもたやすくできてなくなったりします。わかりますかだから、がん治療の薬の中で、 がんを治療する物質の中にこういうものがあります。皆さん、一時、最近は静かになりましたが、一時、えー、っと、あの、クジラじゃなくて、その軟骨ですね。がんも、そのサメの軟骨、がんの塊がここにできますと、 これ血管毛細血管ががんあるところにずっと伸びてがんの塊に酸素とか栄養素供給をよくするときそのがんがどん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 大きくなりますそれで例えば肝臓がんになりましたがもうずっと奥の方にできたアルバイオよく伸びません大きくなりませんなぜなのか血液供給がうまくいかないからです栄養素が いかないのでだからところがですねそれで血液の供給がうまくいかないとがんの塊がよく大きくならないここで考えたのがサメの軟骨です。どうして サメの軟骨を食べたら毛細血管ががんの方によく行くことができないということです。なぜかと言いますと、軟骨、私の体には隅々に毛細血管が行かないところがありませんが、毛細血管がないところはただ一つのところはどこですか軟骨です。軟骨の中には毛細血管がありません。 かかりますかどうしてでしょうかなぜならば軟骨というのはこのように摩擦がこうたくさんあるところに軟骨があります。だから関節にも骨と骨とぶつかったらいけないのでその骨の表面に軟骨がついています。軟骨と軟骨骨とと スムーズににいくようにだから軟骨というのは摩擦する関節か耳とか耳にも摩擦が多いですねなぜでしょうかその枕をしたりなんかそれ摩擦が多いところに軟骨がありますがその軟骨の中に血管が入っていると大変ですなぜでしょうか摩擦していてですね 血管が詰まったりもう破れたりもうこれも問題ですだから神様が人を作るときこの毛細血管が全部隅々まで行くのはいいけど軟骨だけは行かせたらいけないそうですねそれで軟骨を形成する軟骨の細胞の中に軟骨という 組織を生産すする軟骨細胞がありますコンドロサイトという軟骨細胞があります軟骨細胞を開いてみますとそこに軟骨の組織を作る遺伝子がありますですがこの軟骨の細胞の中にどういう遺伝子があるかといいますとこの毛細血管を引っ張るために 私の体を構成するすべての細胞は毛細血管が自分に来てほしいと切に願っています。なぜでしょうすべての細胞は血管、血液供給が必要だから生存して伸びるためには。だから私のそれぞれ各細胞の中には毛細血管を引っ張ろうとするその遺伝子が全部入っています。毛細血管を その引っ張ろうとする物質を少し難しい話ですがエンジオエンジオというのは血管ということですエンジオジェニンと言いますエンジオジェニン ジェンというのは生産、これは物質です。毛細血管生成物質を生産する遺伝子が全ての細胞の中に入っています。それで細胞の塊ができますと、各細胞が毛細血管を引っ張ってこよう。これは何かと言いますと、家を建てようとしたら何を引っ張らなければなりませんか電気を引っ張って水道を引っ張ろう。 それで区役所にいて話したりなんかするじゃないですかそれと同じようなことをするのですだから毛細血管を引っ張ってきて毛細血管が自分に来たらその時その成長します伸びますところがこれは各細胞に全部ありますところが軟骨細胞がこれを生産し出すとこれはもう大変です困りますでも 軟骨細胞にもこれがあります。あります。だから神様はこれを無効化する塩体抗血管生産物質を生産する物質をえ軟骨の中に入れておきました。だからこの物質が生産されますと生産血,血管を生成する 物質を無効化して血管を引っ張ってこないのでがんを育てるのを防ぐのではないだろうかだからアンティアンティですねコーアンティーはコーという血,血管生産物質が軟骨の中にはたくさん入っていますわかりますかだから 軟骨が一番多い動物なんですかサメです。サミネはもうその皮膚が全部軟骨ですからだからサメの軟骨がいいというふうになりましたがこういうのは私が科学的に一理がある話です。ところがあれを食べるからといって サメの軟骨を食べるからといってがんが死ぬのでもありませんただ血管だけよく来ないものしかありませんだから皆さん耳がパッと立って顔も知りませんがもうそれほど大したものではありませんまたああいうのをどんどん食べますと毛細血管がいつも発達しなければなりません毛細血管は こう使わなければ萎縮してしまいます。だからある人は毛細血管は発達しないでどん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 少なくなりますか運動しない人運動しなければ毛細血管はどんどんなくなります。特に皆さんの筋肉の中にある毛細血管は全部こう縮みます。だから多くの人たちがこのように考えます。 運動は健康に、いい。そのことは、どういう意味ですか運動をしなくても、いいけど、すればもっといい。そういう意味で言いますが、それは、違います。運動をしなければ、皆さんの目に見えないで、感じることもできませんが、毛細血管が全部こう、う少なくなって、その次、その次。 また何がですかミトコンドリアの数がだんだん,だんだん少なくなります。そうすると8気筒、6気筒、知らないうちに。だからいくら運動を一生懸命しても、1, 1ヶ月運動しなければ、もう運動することはできません。4気筒しかならないので。 昔、運動をよくしていた時は、もう、山登りしても、もう、大丈夫ですが、一ヶ月の人にしようと思ったらはぁ、はぁはぁなります。だから、運動をしなければ、静かに、もう、話なしに、皆さんの体は、もう、退化します。さあ、それを知らなければなりませんまた、運動をしなければ、そういうのは、本当に、もう、しょな話で、運動をしなければ、どんどん、 皆さん、部屋の中でもう一日中、運動もしないでいるともう、ああ、こうなります。それとなんか、なんかだるい、血液循環がうまくいかないので、それで、ああ、運動しなければどんどん寝たくなります。横になりたくなります。で、運動すれば、運動しなければ全てが停止。だから、 私の体の細胞がそれほど活発にその活動する理由がなくなりますところが運動をこう一生懸命しだすとエンドルフィン持ってて全部だから運動すれば神様が用意しておいた細胞の中に用意していた全ての遺伝子が 神様がスイッチオンしてくださいます。運動をするから、必要だから、運動をするのがいいから、神様が運動する時、エンドルフィンを生産して、気分も良くして、また、免疫体系も活発になり、すべての遺伝子がスイッチオンにします。運動しないでは何もなりません。健康食だけする、運動だけするか、どっちがいいですか運動だけした方がいいです。はい。 多くの人たちは、私は研究をするのでも、研究をすれば運動しなくてもいいと思います。運動が食物よりもっと大事です。運動はこれは必須です。運動しなければ全部消えます。遺伝子が全部スイッチオフになります。だから遺伝子がどん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 消えていくので、老化現象が早く早く起きるのです。だから運動しなければ年取ります。運動すればしなければ運動しなければパッパッ もうどん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 とります。もう年を取る音が聞こえるぐらい早く年を取ります。運動は必須で運動はすればいいようなものではありません。だから皆さん、少しでも運動してください。少しでも。ただもう伸びていないで。少しでも暇があったら、はあ、運動して、はあ、こう回したり。こう 回すため、もう34回してやめるんじゃなくて、これやったらただ12回はする。そういう規則を自分で立てなければなりません。私はこれ1回やったら。24回ぐらいはする。こういうふうにみんなこのように何かこの中に決めなければなりません。ただ。 これはしてもし,しなくてもいいぐらいです。もうやるとしたら少しもうした感じが出るようにするのです。それがとても重要です。そのようになりますと皆さんの体の隅々にあった遺伝子がいつも準備がされています。もうつく準備がされていてい そういうになって運動をしてあげますと毛細血管こう縮みかけていた毛細血管がドーンと伸びますだから運動はこれは皆さん生活化しなければなりません特にストレッチング毛細血管のために一番いい運動はストレッチングですストレッチングそれで それはこれは運動選手たちは全部みんなしてますストレスし,しないでも運動しますと運動選手も,もダメになります筋肉ダメになりますなぜですかストレッシングをちゃんとこう例えば皆さんバレーする人たちもそのままバレーしたらいけませんストレッシングをさーーっと足も上げて こうやったりこうしないじゃないですか。私もバレーやれそうですか <laughs> はいはい。だからですね66歳の年に足がこのぐらい上がる人はあまりいません。またこのぐらいできる人もあんまりいません。 体が柔軟性があります。一緒にしてみましょうか。ところが、このぐらいして、このぐらいして、今頃はどういうことが、ああ、痛い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 。ストレッチングをすると、全部痛いです。 どうですか筋肉は引っ張られてその引っ張られる筋肉に酸素を供給するぐらいの毛細血管が発達していないと痛いですで少しは私はステーシンンをいつもしているので1日2回ぐらいはいつもします夜明け1回寝る前に1回思いにその,あの夕の講義始まる前に後ろでもずばっとします こうしているので毛細血管がこう筋肉を伸びていますね。伸びますそしたら痛くはありません。なぜですか毛細血管が全部いっているのでわかりますかだからこのようになりますともう本当にもうどっかがだるいとかそういうのなくなります。全くああ腰痛いそういうのもなくなります。だから皆さん私が 飛行機に乗ってこうよく行くじゃないですか。この間、もう日曜日にカナダから来たでしょ。火曜日終わったらカール卒業式ですぐインチョンに行って、インチョンあのアメリカに行かないといけませんし、そのアメリカとダラスで午前12時に降りて、その夕食して、夕,夕,夕,夕べからもう講義始める。それでも大丈夫です。 もうだるいとかも痛い、そういうのがありません。毛細血管がよく発達されています。はい、だからわーわー、わーっとやったり、もうそれも大丈夫です。ところが、ストレッシングをしないで、もう激しい運動を始めたらどうなりますかもうつります。毛細血管が準備されていません。 ところが筋肉はもう強く使うそうしたら酸素を供給はしない筋肉が緊張しますそうするともう運動選手たちはいつもしますもう忠実に十分な時間ストレッチングをし,しますだからストレッチングを必ずしなければなりません必ずしなければなりませんそうしますと腰痛いとかそういうのはなくなります全く 韓国の若い女性いつも腰痛いこれ本当に大きな病気です若い女性たちがもう30代40代であ腰あこれいつももうそのチムジルバンというそういうところに行きますそういう言わゆる産後のその処理をちゃんとして産後のその サンゴのそういう,あのもう昔本当にもう食べれなかった時代ですね。サンゴの調整、昔も,うもうあんまり食べられなかった、本当に貧しかった時代、そういうですね。その時はその栄養素が。 その赤ちゃんにみんな取られたので子供を産んだ後にちゃんとした栄養を取ったりなんかしなければなりませんでした最近はそういうのいりません私はアメリカに行ってそれを悟りました、はい、アメリカに行きますとです、ね、アメリカの女性たちは子供を産んで産んでその次の朝何をしますか歩いていてシャワーもしたりもうすぐ そしたらアメリカの女性だけそうなのかいや違います、皆さん。私、同期生、結婚してみんな行ったでしょう、アメリカに。その当時、70年代ですが、1969年度、70年度、もう今から40年前です。その時はアメリカはよく行くことができませんでした、韓国人も。だから、アメリカで赤ちゃんを産むと、誰が助ける人いません。 私の友達、も奥さん、みんな子供を産んで上でもうご飯作らなければなりません。全部大丈夫です。よく食べて、それで運動して、赤ちゃんを産んだら、その産後のそういうその健康の見舞い、それもう本当に必要ありません。若い 女性たちがですね赤ちゃんを産んでも子供産んだ一日パジャマを着て本当にもう産後の養生ですかそれは必要ないだからいつもです、ね、腰が痛いんですまた何ですか 運動をしないと筋肉が萎縮よくできませんそしたら地球もうまくそういう全部こう弾力がなくてもう伸びるのです子宮が後ろにいたり前にいたり前にいたらもうもうがパッと出たりそういう もう珍しい現象が起こっています。産後の養生をしない方がいいでしょう。私はこういうことを言ったら産後の養生所でなんか文句言うかもしれませんがもう十分しなくても大丈夫です。アメリカで子供を産む、韓国人も産後養生をすることはできません。旦那は死でごとしないといけないしみんな健康で大丈夫です。 だから嫁とかその嫁に行かせる前とかですね嫁をもらう時そういうのもう入社とさせてくださいもういらない産後の養生しないようにそれでもう,いもう一生も腰が痛いとか何か言いますだから運動をしないでまた脂っこいものを食べたらこのようになります血管が毛細血管が こういう毛細血管がこれが正常的な毛細血管これは赤血球です昔は顕微鏡がよく反達されてないので赤血球が丸いその球みたいになっていると思いました後で分かってみると球ではなく板です板赤血球板板板 今、赤血球だとして作っています。これが血液がきれいな時、最近健康食をしている時はこのようになります。それでこの赤血球が一つ一つ分離してもう ちゃんと毛細血圏をこうこうよく通過しながら、各細胞に酸素供給を十分にする状態ですが、皆さんが三枚肉を食べたも、も,もうラーメンを食べた、もう、その、そうを食べると、もう、もう、根っこくなって積極がつくっついて、ここからはいけません。そうしたら、酸素供給がうまくいけない いかないのですこういう現象が心臓の筋肉も起こりうるのですそれでこの脂っこいものだから緊急食にはもう油を使いませんもちろんだからといって皆さん油摂取が全くうまくいかないのではありません豆とか全部入ってますのからだから運動しないでしょ 脂っこいものを食べるでしょうそうしますとそこにストレスをたくさん受けるでしょうそうしますとこういう毛細血管がだん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 と早くなくなって心臓に毛細血管がなくなると詰まったところがなくても狭心症の症状が現れることが可能なのですこういう人はニューサートを1週間でもしたら 狭心症の症の状さーっとなくなくります毛細血管がすぐもう脂っこいものをも食べないしストレッチングして歌をたくさん歌うかこの歌を歌うこと本当に体にいいですだから皆さんホン・ヨンギさんに従って歌を歌ってください <laughs> 皆さんが脳波も変わって 皆さん呼吸もまた助けてとてもいいのですいいのだから入鎖としてするのではないでしょうかだからだからこのようになりますとこの血液がきれいになってこういう現象が起こらないのですところが先ほど皆さん見られたようにその感情動脈に動脈硬化が来る ことがあります動脈硬化ということはどういうことかといいますとこの感情,動脈感情動脈をこのぐらい切って拡大してみますとこのように見えます感情動脈を切ってみますとでこの部分が正常です正常これは赤血球があり白血球があり このようにずらーっと血液が流れていますところがこれは道この縦に来たものでこれは断面を切ったものですが血管が3層です血管の内膜層で真ん中に筋肉層があり外側に外膜層があります動脈硬化というのはこの筋肉と内膜の間の このコレソローがつまります。コレストロールが蓄積される過程はとても興味深いです。そうなると、このように筋肉層がありますね。内膜層、その中につまります。それ、コレストローだけこうあるのではなくて、血液の中にあるサレブがそのコレソローを捉えて外に出るのです。本当におかしいです。 それで科学者たちが深く研究をしてみますとこういう現象が起こっているのですはいこれ血管ですが血管の内膜層で内膜層こここれは筋肉層ですこの動脈硬化ができる場合は 生じる場合は筋肉層が分厚くなり始めますおかしいことにこの何かの,その合図を受けて熱くなりますそれで筋肉細胞が何を発生しますか電波を発生してこういうモノサイトというシグナルといいますね信号ある合図を送って ねえコレストロールを少し持ってきなさいという命令を下しますそうしますとこの人の存在がコレストロールもう黄色いのをこう持ってきますコレストロールを持ってきたこのモノサイトたちですこれがこれが来てこの中に入って 自分が血液にあったるコレストロールを持って出るのをそこに離しておいてまた出たりもします。ですからこれがただそれで見ますとある人たちは血液の中にコレストロール検査をしてみますとコレストロールはあんまりないのに あんまりないのに高くもないです。コレストローは200以上だったら非正常といいますが、普通240、450コレストロールが高くなったといいますが、この人はコレストロールは180しかなりません。それでもコレストロールがこうたくさんあるのです。ある人はコレストローは20 250でも,もうその蓄積されない人もいます。あるが筋肉細胞がコレストローを入り、 ななさいいと呼ばないのですそれでだから私の体で起こっているこの現象が本当にこのように神秘的です不思議ですそうであるならば結局は細胞が生成するそういう電波が細胞の石じゃないでしょうかそうですねすべての電波は合図はその中に何がありますかメッセージがありますメッセージ石がありますそれが何か石があるのです 医師としてはいい師ではありません。どういう師ですか血管が詰まるという師です。だとしますと、皆さん、私が自家免疫症に関して学びましたね。自家免疫症は T リンパ球がどうなりますか自分自身を攻撃します。そうしますと、これが。 意思によってそうなります。いい意思ではありません自。自分の破壊的な意思です。これも結局は自己破壊的な意思です。だから、自己悪その破壊的な意思なのか、あるいは命的な意思なのかというのは結局は皆さんの何で決められますか 生活習慣で決ま決決まりますだから皆さんが気分よくハッと運動しながら健康ショックしながら水飲んでこうしますとそうしますと血管が完全に開くように必要が出るのですしかし運動しなさいと言ったらああ 運動をしなければならないのかと言ったりまた食べ物を健康食しなさいと健康食はしないでなんかもうピッツァとか三枚肉とかソーセージとかそういうのを敷きでも油の塊そうしたら体の中にある遺伝子のレベルから見た時この人は死のうとしているだとしたら死のうとしているので。 死ぬ方法の中にいろんな方法がありますねだから血管を詰まらせる方法もありますだから心筋梗塞を起こしたりだから皆さんが一日一日食べて生きて運動するか水を飲むかお酒を飲むかタバコを吸うかしないか きれいな空気を吸うか、あるいは濁った空気を吸うのかによって全部皆さんの体に意思として伝わります。だからこういう空気がいいところに来て歌を歌ったりコーヒー、お酒の代わりに水を飲んで健康証候して運動する時はどのようになりますかこの積んでおいた蓄積しておいたコレセルを なくさないと、覗かないと。だから私の体は皆さんが生きていく、一日一日生きていく生活、習慣で与えられるメッセージによって反応するのです。意思によってです。これは本当に大事な話です。はい。そうしますと、ニュースサトをしたらこれはどうなるかわかりますかさだから自分の選択のようになるのです。 そうですね、ああ私はニュースサトウそしてそれでニュースサトをする代わりにこのように詰まりますね。これ感情動脈ですが、これコゼスローがあって蓄積されて、 これに見えます黄色いのがこう蓄積されるのですそうすると時たまこれがどういう現象が起こるかと言いますとこれが避けます避けながらここで火山があるようにこの中にあったその粘っこいものですねこういうものが火山がその爆発するように血液とこういう粘っこいのが出ます 出てどうしますか血管をパッと詰まらせますこれを血栓症と言います血栓症が来たら心筋梗塞ということになるますああというのがあります,ります、はい、こういう現象が脳血管に来るといわゆる脳動脈血栓症とそれチューブにかかります だから脳梗塞にかかるのです。心筋梗塞。さて、だから、こういう現象は、第一、ストレスをたくさん受けて、二番目に、ストレスをたくさん受けて、奥さんにも神経質になったり、短気になったり、また、脂っこいものを食べて、また、運動をしないで。 このような場合はまたよく起こったりそうしますとこういう現象が起こりますまたよく起こるともう起こってパッと言ってもそれを解消したらいいのにこの中にこう持ってですねこうなっと言ったらこういう現象になるまたそのようには精神的にストレスをたくさん受けて あ、もうこう。この後言ったら菜食をしたらコレステロール。皆さん。コレステロール全然食べません。しかし、ここでこういう健康証拠をするにもかかわらず、皆さん外で来ていた。気分悪いも電話を切ってこの。と言ったらコレステロールを生産されます。肝臓からコレステロールを作り出すのです。ストレスを受けたら。 もう純菜食をしても健康食をしても体の中でコレストロールを生産します。本当に不思議です。だからこのコレストロールがもう蓄積になります。コレストロールの数値が高いからといって必ず蓄積されて数値が正常だからといって蓄積されないのでは決してないのです。ところが私は数値だけ見て 私の生活の態度が大事なのです。さて、だからそうしますと、この現代医学はこれをどう処理したかというかするかといいますと、コレステロールを溶かす薬があります。ところが、その薬はいろんな副作用があります。ところが、薬をいくらも飲んでも3枚肉飲んだ食べたら同じです。また、薬にならない場合は、 どういうのをするかといいますといわゆる風船血管拡張術というのがあります風船を入れて入れてここに血管が狭くなりましたねこれを拡張するために風船を入れます外から管を通してずーっと本当に技術もいいです ここからも入れるし下からも入れてこう,こう見ながらモニターを見ながらこうそこに入れますそれで見てみましょうはいこれがコレステロールが詰まったところですねその 蓄積されたところですね。その中に風船、本当に平べっ,ったくない風船があって、風船の表面に何があるかといいますと、こういう鉄の網があります。こういうのをステントといいます。わかりますかそれを鉄の網をこう,こう平べっ,ったくなります。その場所に入ると、外から風船の中に何を入れますか水を入れます。水をパーッと入れますと、 この風船がこのぐらいね広がってこれがこの部分がドドドドドドド避けてこれが拡張されますこれにもう風船がふるれたところです水が入ってそれでこれが必要なのかと言いますとこの血管のここが狭くなってもうわざと拡張するのでもう避けますね避けたらこの ボボロボロになりますそうしたら詰まるのでボロボロにならないように鉄の網をこうかけるのです。でもいろんなことしますね。さて、それで鉄の網をかけたら風船とかを取り除くとこのようになります。鉄の網だけ残ります。そうしますと突然、ああ、すっとします。それでこういう過程がとても痛いです。皆さん あ,痛っ,てあっと痛みますそれでですねまたこうしながら血管が詰まったりあっと痛むことがありますだからといっても痛むからといっても恐ろしいことではありませんがしかし恐ろしくなるとどうなるかといいますともう血管がもっともう細くなります血管が緊張しますそれでこの手術してからも もう恐れたらあのにも広げたのに他の部分がもっとこう縮まります皆さんもう,もう恐れを感じたらもう青白くなりますね顔がだから恐れ俺恐れることああああというしないで歌を歌いながらああよく聞いて運動一生懸命して。 平安にいますと大丈夫です分かりますかはい今日もスノークさんが手紙を書きましたはいそれで私はお父さんお母さんをよくお願いしますちゃんとそれでですね このようになりましたでところがでこういう問題が起こったのでこういうのをしたでしょう手術をでこういう手術をここでだけしたからといって終わるのではありませんなぜでしょうかコレステロールがここの感動脈に溜まっているとすれば他のところにも溜まっているところあちこちあるでしょうそしたらもうあちこち全部することができるかそうすることはできません だからそしたらどうしましょうどうしたらいいのでしょうかコレステロールがだんだんたくさんになったらこうしなければなりませんかこうしなくてもいいようになっていますだから皆さん神様が人がコレステロールが詰まってもう動脈硬化にかかるのを 分かりましたか分かりませんか全知全能の方が分かりました分かったのでもう措置を取っておいたのでしょうかはい措置を取っておきましたそれで皆さん最近肝臓細胞をよく見てみますとこの肝細胞の中にそのバッテリーがないようです 肝細胞の中にこういう HDL という HDL という物質をこれ技術的にちゃんと入れなければならないですがよく取り除いてバッテリーを今書いています。 本当に賢いいですす拍手をお願いしますこれがこういう物質を生産するように神様が皆さんの肝細胞の中にちゃんと遺伝子を入力しておきましたそれを必要ならば皆さんが選択さえすれば 神様はスパークを息を送って消えていただからいつも三枚肉を食べてもう運動しないで神経質短期になったらあれ消えてしまいますその反対にああこの人は死のうともう努力しているので血管を詰まらせてあげようそしてコラストレスを呼んでそれを 血管を詰まらせるのですそ,れその中で入札をしたらああ運動をして健康食しますでしょうそれになりますとああこの人は今度もう行きたい行きたいと思っているそういうのが伝達されますと神様それご存知ですねその時ち,ちゃんと合図をこの HDL という物質を生産する遺伝子にパッとクリックしますと遺伝子が パッとスイッチオンになってこの HDL という物質が肝臓で生産されて血液の中に入って血管をこう回りながらコレステロールが詰まっているところがあったらどうしますかみんな溶かせます溶かせて溶かせて肝臓にコレステロールを連れていてそこでコレステロール分解してしまいます それで皆さんがこういう健康食をしますと健康食の中には繊維質というのがたくさん入っています動物性は繊維質というのは存在していません繊維質繊維をたくさんあってこそ大腸がんを予防する,防することができます繊維は皆さんこれがでんん 炭水化物の一種ですが消化はされませんだから神様はこれはこれをそのたわしみたいに使おうとスポンジみたいなそれで代弁の消化されない繊維をこう入れておいたら腸からよく言いながら腸の壁をこうきれいに拭きながら行きます神様に向かって拍手しようではありませんか 本当に素晴らしく作っておきましたそれで大腸がんにかからないようにそのカスがこの腸壁についていたり炭汁が入ってそこにもカスとか炭汁とかあおいたらその大腸がんにかかる発がん物質を置きますだから肉食をたくさんして繊維質を少なく取る人たちは大腸がん直腸がんにたくさんかかります だからそれで肺がんとか立前立性がん乳がん卵巣がんそれより肉食タたくさんで高脂肪食事をたくさんするものによく起こるそういう現象ですだからこれが全部生産されるように神様がもうすでに前もって用意してコレステロールを何の副作用なしに ささと取り除いいてくださいます分かりますかそうしますと全身にある他の部位にあった見てください聞いてみてください他の血管にあった動脈孤立するまでも全部きれいに血管を新しい血管に回復されます分かりますか ああ本当によく作られていますね。もう素晴らしいです。だから神様は私人間がこれからどういう誤った選択をするのもすでにご存知で動脈硬化の場合がんにかかる場合もういろんな場合に備えて。 自分の創造主に一番優秀な治療法をすでに遺伝子の中に入力しておいて私を信じなさい願えば欲しければ命の息を求めなさいそしたら命の息を送ってあなた私が用意している治療法を活動させて働かせて遺伝子をスイッチオンして私はあなたを治すだろう はい、さて皆さんそれで皆さんこの動脈硬化も完全に自然治癒がなされるようにすでにプログラムは組まれて皆さんの体の中に入っていますこのぐらいだったら信じれますかはあ だからところが私はこの医学界に関して一つの疑問を少し願たい投げたいのはこういうのが存在して生産されるならばコレステロール血管の中にあるのはコレステロールのぞかれるのをみんな学んで知っていますみんな知っています今のでこういうのはこれがよく生産されると ところがこれは何をしなければなりませんかまず、食物を変えなければなりません。まず、思いも変えて、運動をしだして、このようになると、特に運動を一生懸命にする時、これが出ます。なぜならば、運動というそのものが、活発な血液循環を要求するのではないでしょうか。そうですね。 血液循環ででききなければ運動できませんだから、運動をするとしたら血液循環がうまくいかないとできないので、これはとても敏感に反応します。運動に。だから見てください。運動をなさるということは、皆さんの思いにはただ運動だと思うかもしれませんが、運動することによって、体の中にあるもう本当に不思議な素晴らしい遺伝子がスイッチオンされるようになっているのです。 かかりますかだからこの運動が重要なんです運動必ずしなければなりません運動すればミトコンドリアの数字も上がり4気筒が8気筒になりも気分もよく疲れないでどれほどいいでしょうかはい運動しないで若くなろうともいつも化粧品だけつけてこうしても中は全部老化現象が来るのです 皮膚だけ早い、もう白いだけで分かりますかそれでも皮膚がもう白くても皮膚が良くなったといったら中身はもう年を取ってもう伸びて、ね、質問がありますお医者さんが狭心症の薬伸びなさい。くすれば コレステロール全部なくなると薬を飲む必要はなくなります。しかし、今現在のスコアでは一旦は薬を少し取りながら入札をしてください。運動しているととてもよくなります。その時は薬いりません。コレスト全部なくなったので、コレステロール。そうですね。はい さてだからこのようによく作られています。だから選出というのも本当に大事です。だから皆さん、ここに来られますとニュースタートをし始めますと気現象が起こり始めます,始ま,ります。どういう現象かというと。 おならがよく出たり、代弁の回数が増えたり、増えながら、これなんか食べたのよりももっと出るみたいです。もう、みたい。また、代弁のが多いです。このぐらい食べたみたいですけども、代弁はもっと多いようです。それが全部繊維質のゆえです。 おならがよく出る理由は何かと言いますとそのおならをニュー,サートおならと言いますがそのおならが出る理由は何かと言いますとこの大腸の中にある大腸菌が多いです大腸菌が多いですがその大腸菌は食事のカス 食物の数あるいはその大腸の壁にある壁にあるいわゆる断食をしたら宿っというそういう匂いのする宿便そういうの実際にありますでそういうのを大腸大腸菌が食べますが入札をしますと 皆さんの食べられる食物の,その食べ物とその宿便のカスを全部きれいにしますきれいにしますと残っている大腸菌は食べ物ありますかありませんカスが全部なくなったので,で仕方なくその食べていくためには 繊維室の中にあるそれを分解して炭水化物を取るしかなくなります。それ炭水化物を分解する分解酵素を生産するようになります。そうなりますと炭水化物が分解されて自然に炭酸ガスが出ます。それで乳酸トおならは音は大きくてところが。 音は大きいですが特徴は匂いが出ないこれは炭酸ガスなので炭酸ガスは無色無臭である場合はある場合は一足でボンボン出る場合もあります、はい、どれほどちゃんと当てますね <laughs> それを おかしいことはありません。それはもう昔からよくもうおならよくすると身体健康だという話。肉を食べてするおならは音は小さいですが匂いはもうすごいです。で、そういう匂いのおならをするのは健康にそれほどよくありません。それはメタンガス、いろんな毒ガスです。それが 血液の中にまた吸収されることもあります。それと体に匂いが出ます。それで息をするときも臭い、もう汗を通しても出ますし、それでこの体臭がある人たち、うおいがする体臭、それは入札をよくすれば、また水を飲みますね。水を一生懸命飲んで、繊維質にして。 で不純物を小便で出してまた大弁でまた繊維質を通して出してそうしますると悪い体臭がなくなりますそれで体臭がとても良くなりますきれいな体臭体臭というのは悪ければ人間関係本当に影響を及ぼします悪い体臭でも人たちが 悪いと意識しない悪い大衆がその大衆がありますこう何かその人と一緒にいると気分があんまり良くないですがそれが何かを分かるというかそういう大衆がありまた脳波ですその人がもう もう悪いそういうことを思うと悪い脳波ウウが出て私の脳波ウウがそれを感じます何かその人は一緒にいるとよくないです気分がよくないところがこのニュースターとしてその考えを変えて変わって大衆毎日も果物大衆じゃないですかそうしますと 魅力的なな人になりますそれで音が近づきなかったんですが何かああ自分も知らせて何かいい匂いを感じいいノウハウを感じてそのように関係が良くなることができます本当にもうニュースタートはですね これはすべての面においてすべての問題を解決してくれますだからある人たちは講義を受けながらおならを死に出る人もいますだからおならを死に出ないで少し音が出てももうおならしてくださいそしたらもうそばでもあんまり匂いしませんから 隣の人が <laughs> おめでとうございます <laughs>、はい、でニューサートは神様の節理の通りにするものでこのように楽しいです。本当にこのようになるようになっています。だからすべての病気にかかっても全部回復されるようになっているということどれほどいいでしょうか だからですね、ニュースタートをだん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 とすればするほど大腸菌が諦めますあーー。昔みたいに生きてはいけない。だから優しい大腸菌に変わります。その時からは炭酸ガスをそれでを もう過剰に発生しませんから、おならはだんだんとなくなり、正常に戻るようになっています。だから、だから、とにかくストレッチング一生懸命して、毛細血管をよく、毛細血管がもっとよく生成されるように、ストレッチング続けて、こうやったり。 どれほど柔軟性がありますかこのストレッチングをするとき一番大事なのは何ですか呼吸です。深呼吸。呼吸しないでストレッチングすると全く効果ありません。例えば、韓国式ストレッチング。はいや、はいや、はいや。呼吸できません。ゆっくり。 呼吸を4回ぐらいはして最初4回45回ぐらいして見ますと毛細血管が伸びますそうしながら見ると柔軟性があってだから毛細血管がいかないといつもこう もどかしいいつももう視もう圧も叩いてもう,もうその湿布だとかもう熱くしないと毛細血管がもう仕方なくもう一時的に伸びますそうするとあとでもその湿布を割れたらまた終わりますもう痛みますだからこのストレッチングはあまりにも大事なので 教えなくても全部するようになっています。動物も全部します。犬、猫はもちろん鳥もします。鳥も朝起きたら目を開けてすぐストレッチングします。翼を伸ばしてもうし尻尾っそれからまた何しますか <laughs> 足、ストレッチリングします。 かかりますか鳥もしますが誰,も誰だかしん韓国人だけしませんアメリカ人はストレッチングをもうご飯を食べるぐらい頻繁にします少しもうちょっとなんか時間あったら公園で車乗せてこう高速道路で疲れたら外で出てこうしますこれはとても生活化されています ところが、韓国人はしません。どうしてでしょうか幼い時からそのストレッチング、本能です。本能です。本能的なプログラムです。ところが、韓国人はそれを殺してしまいました。その大人の名前で何しているのかこれはもう背伸びじゃないですか。背伸び。ああ、ストレッチングだ。これ最後にまた。 これしたりもうこうおじいさんが教えてあげないといけないのにもう背伸びするかするかって言ってもあなたもお行儀悪いとかそうしたらこうできませんだから本能が出ようとしてまたへっこみますでそれにまた産後のまた養生するって言ってもいつもだからもう痛いとかで今からもう遅くないの ですからストレッシングで運動でもって健康食で水で皆さん給食で節制でもうはっきりとしてもう確実に健康を回復する皆さんとなってほしいと思いますご <laughs> 一緒に立ってニュースタートしてみてください ニュースタートし,ましてみましょう。ニュースターとしてみてください。びっくりすることが起こります。ニュースターとしてみてください。健康食をしてください。健康食をしてください。びっくりすることが起こります。 健康食をしてください。運動をしてください。運動をしてください。をびっくりすることが起こります。運動をしてみてください。きれいな水を飲んでください。きれいな水を飲んでください。 びっくりすることが起こりますきれいなく気を吸ってください日光にあたってください日光に当たってください,ください驚くべきこと起こります日光にあたってください節制をしてください 節制をしてください。びっくりすることが起こります。節制をしてください。きれいな空気を吸ってください。きれいな空気を吸ってください。驚くべきことが起こります。きれいな空気を吸ってください。 休息を取ってください休息を取ってください驚くべきことが起こります休息を取ってください神様を信じてください神様を信じてくださいびっくりすることが起こります 神を信じましょう」「ニュースタートしましたら」「ニュースタートしましたら」「びっくりすることが起こりました」ニしましたら「ニュースタートしましたら」「ニュースタートしましたら」「y、yeah!